皆さんこんにちは、渡辺美奈です。今日はですね、久しぶりにコストコに行ってきました。なのでいつも私が、買っているコストコ商品をご紹介したいと思います。コストコに行き始めたのがマナーが小学校6年生ぐらいだったので、かれこれ20、うん、小学校6年生だったら11年です。11、2年11、2年でしたね。11、2年前にその頃から変わらず買っている商品なんですよね。紹介していきたいと思います。それではまずキッチンペーパーっていうのかな、これをずっと買い続けてるんですけど、私が気に入っているのは正方形のペーパーじゃなくて、これハーフカットができるんですよ。なのでちょっとだけ使いたいなっていう時にハーフカットのやつが使えるのですごく便利で、肌触りもいいのでこちらを買って使っています。12個入ってるんですけど、あっという間に使い切ってしまうんですよね。ぜひ行かれたら皆さん買ってみてください。続いてこちらもずっと買い続けてるんですけど、バウンス、これ皆さんねご存知かと思いますけど、洗濯洗剤もこのバウンスで出てるんですけど、私は香りも好きでドライヤーシートを使っています。これでいくらぐらいだったかな、1500円、多分普通のスーパーで買うよりはコストコで買った方がお得になっていると思います。静電気も防止できるのでとてもいいと思います。じゃん、太白のごま油。私は、以前からちょっとお話しさせていただいてるんですけれど、油をちょっと気をつけてるというか、油は和食にはもう太白のごま油を使うようにしていて、揚げ物も全部この太白で揚げているんですよね。なのでコストコに行くとこれ 1.65リットルぐらいの大きなものを買ってくることが多いです。あっという間にこれもなくなってしまいます。たまにケーキ用のごま油がないときこちらを使ったりもします。1900円です。ごま油って結構高いもんね。なのでこれもお得商品だと思います。じゃんじゃじゃーん、ジョジョ園のタレ、コストコサイズっていうのかもね。普通のジョジョ園のタレってもうちょっとちっちゃいもんね。コストコのお肉を買ってつけておく、これでつけると子供たちすっごいご飯よく食べるんです。お弁当のお肉とかにもつけて焼いて、もう一度ソースを温めてかけてったりしていますね。美味しいです。はい、続いて明太マヨネーズチューブタイプです。山屋さんのね明太子のマヨネーズすごく美味しくって、これじゃがいも茹でてつけていただいたり、あとサラスパとかにもいいと思います。コストコで買ったパンとかに塗ってトーストしていただくとすごく美味しくて進んでしまうとかもしれませんね。今回なんか初めて買ったやつが一つあるんですけど、のり黒、なんでこれ選ばれたんだろう。あなたが横向いてる間にちょっとカゴに入れときました。なんで海苔真っ黒だよ。だからいわゆる海苔の佃煮でしょ。そうだね、海苔の佃煮ご飯食べ、でも今ダイエット中なんでしょ。これって絶対いけないパターンじゃない。いや、ご飯進んじゃうもん。そうね、それ言われたらあれなんだけど、海苔の佃煮ってだって普通瓶とかに入ってるじゃん。それ見ながら思ってたんだよね。あれ絶対箸で救わなきゃいけないよね。それがいいんじゃないの。いやだから不衛生だろうし、例えば不衛生って俺あんまり思わないタイプだけど、取りにくいし、これチューブだ、取り箸作ればいい。でもチューブだったらすっごい便利じゃん。じゃあ飲む？飲まないけど、飲むと違うでしょ。汚れないし、箸も使わなくていいし。そうだよ、チューブだからご飯の上にピュッとかけるだけでいいから。残念、これご飯だけじゃないんですね。パスタにもパンにも、そして野菜にもいい。なんかね、柚子胡椒入れなんだって。だからちょっとピリ辛。私柚子胡椒大好きなの。さっきまで買っちゃダメだって俺に言ってたのに、こそっと入れたんです僕は。でもちょっと黒いからどうなの。でもお料理のソースにはなんか白いお皿に
カラフルなお野菜を置いてちょっとソース黒でちょっと遊んでみるっていうのもすごくいいかもしれませんね。はい、はい、喜んでいただける何よりです。まあまあだね。これ海苔フレーク知ってます？皆さん、これ韓国海苔がフレーク状になってるので、これね、なずき、マネも使ってたけど、なずきのお弁当とかにはご飯ひいてこれを入れて、もう一回ご飯を入れてビビンバの具材を上に乗せてあげるの。そうするとすごく美味しくできます。これ一袋で、これ小分けになってて3袋入ってるんで、ご近所の方たちとシェアするのにもすごくいい一品です。こちら春雨、これ韓国の春雨なんですけど、チャプチェを作ったり、あとこれね、コムタンスープって私よく作ったりするんですけど、そういう時に中に入れてグツグツ煮ると子供たちはすごい喜んで食べてくれるんですよね。でこれそう、短くてショートサイズの14センチなので、すごく切らなくてもいいんで、このサイズで使いやすいサイズです。続いて水餃子、これね、お鍋やる時とかにもすっごく便利なの。でもこれ水餃子とはいうものの、揚げ餃子にもなるんですね。なので冷凍庫に入れて保存しておけば、お弁当とかちょっと足りないなという時にスープ餃子にすることもできるので、これは結構使えると思います。私自身あまり冷凍食品をコストコさんで購入することがないんですけど、これはうちのパパさんも大好きです。そう、めっちゃ美味しい。滑り出した。めっちゃ美味しいよね、これね。びっくりした。そう、食べた時。そうなので、これがウェイパーのスープと、またこれが美味しいんだよね。だからなんだろう、お弁当に持っていくにもこれすごい便利だと思います。スープポットに入れて、ね、いいか、キムチ入りだっけ、なんとか入りって使っちゃったよね。あ、そう、美味しかったよね。辛かったんだよね。辛かった、めちゃくちゃ。でもあれコストコじゃないよ。あ、そう、ごめんなさいでもこれコストコで買って覚えたんだよね。そう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 、めっちゃ美味しいね、これ。一口サイズなの。すごいヘルシーな豆腐と野菜でできてる具材、中の、うん、水餃子ってあんまり食べないけど、焼き餃子の方が好きだけど、うん、これに関してはなぜか水餃子好きだよ。すいません。でも本当美味しいからちょっと驚いた。そうなの。これね、ペロリと食べちゃいます。これおすすめ商品です。今私がすごいハマってるの。出た。ブラータチーズ。好きでしょ？出た、ブラータ。やっぱチーズの中で一番美味しいよね。すっごいクリーミーなんだよね。最近もっとハマってます。すっごいハマってるの。これね、カットするとトロトロトロって、高いブラータチーズってすごい高いんだよね、うん、でもこれお手頃なのにすっごい美味しいの。300円とか300円ちょっとで1個の値段がね、4つ入ってた。すごいお手頃でした。そう、でも親しみないけど、これは絶対にこれから流行るというか、もう流行ってるんだよ。というか癖がないんだよね。でクリーミーだからチーズ嫌いの人でも食べられるっていう感じで、モッツァレラチーズとか大好きで、今回これも買ってきちゃった。モッツァレラ、ニンニク、パセリ、バジルが入って、もうこれで味がついてるから、お酒を飲む方、ワインとかにはすごいいいんじゃないかなと思います。あとね、パンの上に乗せてこのまま焼けばもうチーズトーストになるのでおすすめです。で、賞味期限もちょっと長いので、買ってきてもトマトソースに入れてもいい。トマトスパゲッティとよくあるじゃん、トマトとチーズのトッピングね、上にね、混ぜちゃダメだけど、そうそう、トマトソースをかけて、その上にこのモッツァレラを上からトッピングすると、ちょうどいい具合にね、ソースがあったかいととろってとろけるんでね。それが言いたかったの。あ、そうなんだもうこれは何十年食べてるでしょう、ディナーロールこれでさ、だってさ、458円なんだよ。これ食べ出したら止まらなくなるんだよね。だよね。何十個入ってるんだろうね、これ一体全体。ちょっと数が多いから、そうだから、みんなでシェアするのがちょうどいい。でも冷凍するのもね、おすすめ。1個ずつラップに包んでジップロックに入れて冷凍すると使えますね。でもこれサイズだとお弁当にすごくいいサイズなので、カットしてハムとかチーズ、卵サンド
にしてあげるとお弁当に2つ3つ入れられるので、こちらのディナーロール食べやすいサイズで甘くてしっとりしていて美味しいパンです。おすすめです。いやー、こちら、これホットドッグパンっていいのかな、パンって書いてあるから、白ごまが何、そうだね、パンって書いてある、パンって書いてあるから白ごまがかかってて、きっとこれコストコで食べるホットドッグのパンと一緒だよね。そうだね。この2、4、6本入ってて180円ぐらいなんだよね。嘘、160円なの。すごいでしょ、安くない？安でしょ。で、これ多分ウインナーも売ってるのかな、コストコで。売ってるよね、多分ね。え、うん、私はまあ買ったことがないんだけれど、いいサイズのやつを買って入れると美味しくいただけるんですね。どんなところが好きなの？まずね、これと同じシリーズでハンバーガーのバンズもあるんですよ。そうなのよ。それがバンズ自体にすごく味があってめっちゃ美味しいの。なんかさ、アメリカンなんだよね。そう、なんか日本のパンと何が違うんだろうね。なんだろう、なんかね、味あるんですよ。そうなので、美味しいって前から言ってるんだよね。で、今日はでもホットドッグも美味しい。そう、ホットドッグにしてきたの。要するにパンに味がちゃんとあるので具材入れてもまた一段と美味しくなる。そう、なんとフジパン、名古屋のパン屋さん出た。何？いやいやいや、結構コストコの紹介しててなんかアメリカンチックな、なんかなんでバンズに味があるんだろうなんていうの言ってるのに、ベタベタ名古屋のパンじゃん地元のパンじゃん。コズミック、多分水北だと思う。あれ、水あの、すいません、稲田さんね、全部逆さまになっちゃうんです。昔からそうで、何でも逆さま、あの英語の、あれ、ホズミってなかった？岐阜にホズミって、私の実家が、あ、そうだ、会社があったところがホズミなんですけども、水北、はい、だって昔、あのさんまさんがバツイチってテレビに出た時にそれ見て、さんまさん一罰になったんだって、バツイチだから一罰と全部逆にしちゃう。なんでだろうね。業界長いからですかね。そうだよね。だから名付けも逆にするの。ね、ちょっと脳みそを名付けてみてください。アメリカンチックの。そう。というのでおすすめです。これパン続きだよ。これ賞味期限も長いし、半分まで作られたパンっていうの？なんていうの？焼く前のパンの状態で入っているので、トースターで焼くと焼きたてのパンになる。合ってる言葉？合ってるよ。焼きたてのパンになるの。なのでこれにね、バター塗って食べたりオリーブオイルつけて食べるとすっごい美味しいね。これもおすすめの一品です。このまま常温で置いておいても日持ちします。はい、こちらパンケーキです。これ木村屋さんのパン、パンケーキ、メープル&マーガリン。マーガリンって最近食べないよね。マーガリン買おうとするとバターにしなさいってあなたがいつも僕に言うんじゃない食べないよねじゃなくて、食べさせないようにしてるんじゃないよく言うよ。これはね、チンして食べると本当に美味しいの。今日実はね、これ悩んだの。もう一種類あったの、粒あん入りで。粒あん入りにするともやしくんが全部食べちゃうよね。それは気づかなかった。ダイエット中なのに危険だなと思ったから今日メープル味にしてきました。だけど、ね、やっぱ僕たちのね、名古屋とか岐阜っていうのは、うん、もうパンケーキ、いわゆるホットケーキといえばあんこですよ。でもダイエット中だから。これは誰が買ったでしょうか？はい、これさ、全部さ、ダイエットにダメなやつ買ってるよ。うん、そうね。だけどこれも皆さんが勧めてくれたんじゃん。これ美味しいんだよね。そうでしょこれハニーとバターが相まって、これね、止まらなくなるの。でも危険なの、カロリーすっごい高いのという感じのハニーバターナッツです。これもおすすめです。パイナップル、あ、見ればわかるか。カットフルーツのパイナップル、これね、一つずつ梱包されているので子供たちのお弁当に持たせるのも一袋ポイって入れてあげればそのまま持っていて食べるので、
これおすすめです。甘くて美味しいです。うちのリルちゃんミニちゃんもよく食べます。じゃんじゃん、タオニギ。これでね、5キロで400円だった、500円だった、600円だった、700円。どんどん見えてでもね、この量あってもうちはすぐに消費しちゃうの。なんでだろう。まあ、だから玉ねぎ料理が多いのかな。そう、トマトソースにしてもカレーにしても全部玉ねぎをいっぱい使う。あ、そうなの、そうなの。スープもね、オニオンスープとかも作るんで、すっごい玉ねぎの消費が多いんですよ。だから唯一玉ねぎで嫌なのは味噌汁に入れられるの嫌なんですよ。じゃあ今日は山のように入れたいと思います。それはいつも言います。なんで甘くなって美味しいじゃん。だから味噌汁の味がなくなっちゃうの、全部甘くなっちゃってということです。はい、なので今日の夜は玉ねぎのお味噌汁にしたいと思います。続いてフリルレタス、これはよく登場しませんか。うちしますね。しますよね。スーパーに行ってあったりなかったりするんですけど、2袋なんだけど中に2つ入ってるので4つも入っていて、お安くていいですよ。これお弁当のお肉とかの下によく使っているんですよね、フリルレタス。シャキシャキ感ありながらなんかすごい食べやすい食感で、先がこう尖ってるので、お肉とかの下からちょっとギザギザが見えるのにもちょっと可愛らしい感じのフリルレタスです。これは無農薬なので一応洗った方がいいかもね。まあ、苦味とかえぐみとかがないのですごい食べやすいお野菜です。なのでお子さんとかにもおすすめです。食べる前にさっと洗うように元を取って中に入れて、でここに入れて、こんな状態で保存していきます。じゃーん、タコ大好き。何、いやいや、タコ、タコまんまじゃん。大好き、これこのまま食べるよ。こら、怖いよ。タコ、ゆでタコでしょ。だとこれはお刺身用なのでこのままでも大丈夫ですし、たこ焼きとかね、やるときこの大きいサイズすごい大切でしょ。僕はもうそれをタコとキュウリの酢の物を作ってほしいです。そう、でも私よりもうちの母の方がいいんでしょ、タコス。いや、でも美味しい酢使ってから。え、誰でも一緒。美味しい。それは喧嘩の元になるよ。すいません。それはすいません。でもそうだよ、開き直ったの今。美味しいです。はい、で、タコといえば、タコ、このタコのさ、塊を見てさ、美味しそうって普通言わないじゃない、思いません。デパ地下とか行くとさ、例えばタコの唐揚げとかさ、タコのマリネとか売ってるその惣菜屋の前で、わあ美味しそうっていうなら分かるけど、うわあ美味しそう、見て見てっていうから、なんだと思って見るとタコの塊だもん。それ見て美味しそうってちょっと怖っと思う。野生が。でもさ、普通のスーパーにこのサイズはないよ。ないね。でしょ、思いっきり作れるよ。ですね。でましてや今日それ見てまた美味しそうって言ったからね。怖っ。こんな立派なタコなかなかね売ってないもん。これはねおすすめです。タコ好きの方ぜひ。じゃーん、なんか行くたびにさ、このサーモンコストコさん大きくなってるような気がするんだけど、私もっと昔小さかったよね。フレッシュですごく美味しい、脂が乗ってて、なのでこれは切り分けて冷凍したりしていただきます。今日分は生のまま、そして次回はお料理、南蛮漬けにしてみたり、いろいろ、マリネにしてみたりして食べています。お弁当用のフライ用にはこれぐらいでカットして、グリル用なので比較的大きめに、こんな2種類のサイズでカットをして保存します。でぴったり間に、料理をするときに楽ですね。はい、しらす
これね、なんかさ、子供たち、男の子って骨のついてるお魚ってなかなか食べてくれなかったりするんですけど、シラスとかジャコとかだと骨が邪魔とかって言われることがないので思いっきり使うことができる。シラス、シラス丼にしてもいいですし、お野菜とごま油で炒めても美味しくいただけます。こちらね、桜鶏、これは皮なしの胸肉なんですけど、これ真空パックになっているので、まあ、このまま冷凍してもいいですし、冷蔵庫に一袋置いて、あとは下味をつけて冷凍するというパターンも OK だと思います。これ皮なしなのですごく使い勝手もよくて、私は行くたびに必ず買っている鶏肉です。お肉、あ、見ればわかるか。何お肉って言えばいいの？ミスジ、ライム？違う、プライムだった。プライムのミスジのステーキです。程よく脂が乗っていて、すごく食べやすいお肉になっております。これからの季節、バーベキューとかにはすごくいいと思います。豚肉。トンテキとか、そうトンカツとかトンテキとか用のお肉、すごいよ、2、4、6、12枚も入ってるので、なんと1800円。買ってきたらすぐね、下味だったり何かをして、まあ、塩麹につけてもいいですし、いろんなことをして、使っていきたいと思います。こんな感じです。そして残りの豚肉は2枚入れて冷凍しておきます。ひき肉、こんなにたくさん、牛が7で豚が3なんですね。なのでハンバーグだったり肉団子だったり、あと何作れる？なんか作ってみましょう。骨付きカルビ、これ待ってたんだよね、私たち。そうなの。このね、夏場にならないと出ないって言われてたんだけど、最近はどうなんだろうね。今日ラッキー見つけたよ。ラッキーなんじゃない。それ前とちょっと違うけど、前はね、もっと壺みたいなのに入ってなってたけど、ジョジョエの間違いじゃない？違う、壺に入ってた。壺というか、あの、なんていうの、深みのある入れ物に入ってたんだけど、そうそうなんだ。そう、これで、これでタレが足りないなと思ったらジョジョエのタレにつけてこう保存するという感じで、なんでだろう、骨があると旨味が出るのかな、美味しいの。なのでぜひ、まだ買ったことないよという方がいらしたら、ぜひこれおすすめです。じゃあ、こんなに大きなシーフードのマリネのアヒージョ、これ見て、すごいでしょ。もう存分食べられるよ。ホタテもマッシュルームも丸ごと入ってるんだよ。ホームパーティーとかやるときにはぜひおすすめだと思います。チョレギサラダ、あの、前まではエビだけだったんですけど、豪華にホタテも乗っかることになりました。これサラダね、いっぱい食べられるよね。でもさ、次の日まで賞味期限が大丈夫ってことは、みんな会社に行く時とかこういうの買って次の日のお弁当用に残して持っていけばいいってことじゃない？そうですね。そうですね、うん、何急に真面目な感じ。いやいいと思いますよ。じゃあ、シュリンプカクテル、これ知ってる？昔はお行儀よく並んでたのね。そう、綺麗にね。今は自由になってるでしょ。自由に言うんだ、こういうの自由って言うんだね。うん、自由に行きたいところにエビが行ってるですね、はい、そんな感じ。そんなクラスでちゃんと並んでよく分からないけど、まあ、進めてください。アレンジの仕方によっていろいろ楽しめます。カクテルソースがまた美味しいんですよね。ただのケチャップじゃないんですよ。ちょっと辛いの。そうだよ、うん、それが美味しいの。そうなんですね、うん、でそこにレモン絞るとまた美味しい。そうなんです。
はい、というもやしくんのおすすめのシュリンプカクテルでした。はい、今回、コストコでこんなにたくさん買ってきました。いつも買っている定番の商品などを買ってきました。おすすめの商品などがちょっとお分かりいただけたかなと思います。ぜひ皆さん、コストコに行かれたら、探してみてください。ということで本日はコストコの商品もご紹介させていただきました。最後までご覧いただきまして皆さんありがとうございました。それではまた見てください。さよなら。